お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、ちょっと皆さんに一つ報告がありましてですね、なんと世界大会出場が確定いたしました。バチ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 というわけで、ね、ちょっと非常にニヤけが止まらない中動画を撮って、いる感じでございますと、まあ、いうわけでちょっとね、その話もしつつ、ちょっと今日マルチをねやんなきゃもうシーズンの時間がないんですよ。あと1日ちょっとで、トロ700ぐらいね、ブップしないと、まあ、いけないというので、まあ、話しながらちょっとトロ150から200ぐらい今日の動画内でね、上げれると非常に理想かなと思います。さあ、1戦目から海外のプロ選手とね、まあ、当たっていくっていう、ちょっとね、喋るのに全然余裕がないんですけど、まあ、ですね、今クララリーグが行われてる最中で、まあ、レギュラーシーズンがね、14試合ですかね。まあ、8チームで総当たりなので7試合を2周という感じで、あと残り3試合かな、ポノスは余ってるんですけど、まあ、すでに10勝1敗と、そして、もうこの時点で世界大会ね確定しましたと、まあ、いうところで、いやーすごいですね。チームの勝率が10勝1敗がもうえぐいですね。もう最強にね仕上がってますと、まあ、いうところで、もう世界大会が確定して、もうすごいね、さすがに嬉しいですね。こう、今まで世界大会行ったことなくて、そう、ずっと行きたかったんですよね、世界大会。で、もう行ったことなくて、今回、やっとね、まあ、初めてリーグに参加したのが3年前か。てか、まあ、3年目。リーグで3年目で、今回初ね、まあ、世界というところで、僕行ったことないんですよね。そう、世界大会。まあ、WCG っていう、まあなんかこう、まあ世界の交流戦みたいな、なんかそんな感じのがあったんですけど、まあこういう、なんかちゃんとしたっていうとまたおかしいですけど、世界大会に初めてね、出場できるというところでね、最高にね、嬉しいですね、マジで。こう、本当に、なんだろ、1年目の時からもですし、まあ今年からでも、ずっとね、ちょっと、なんかすごい、すぐ僕くじけちゃうんで、メンタル全然ね強くないので、なんかこういつも、まあ、DM とか、まあ、まあ、YouTube だろうでもですし、ちょっと皆さんがねやっぱこうラッツさんが勝ってくれるとこう見たいですとか、まあこうナイス勝利でしたとか、次頑張ってくださいとか、まあたくさんやっぱこうもらうわけですよ。まあそのおかげでちょっと、まあ、頑張れたのは本当に、まあなんか綺麗すぎますけど、結構嘘じゃないので、本当にそういう言葉でね、ちょっと頑張れるものなので、本当にね、ちょっと今まで応援してくださった方々、本当にね、まあ、ありがとうございますと、ちょっとこれからもね、というかもうここね、ちょっと世界大会と、あと残りリーグももう少しですかね、試合もあるので、そこもちょっと応援していただけますと、幸いですと、いうわけでね、ちょっと、いやー、いいですねー。マジで全然何も言えないんですけど、いいですねしか、いや本当にねちょっと気持ちいいですね。これは3年目にしてやっと行けましたね。ちょっと長かった、辛かった、辛かったって言ったもあれですけど、ちょっと大変でしたね。やっとね世界大会あるというところなので、ちょっと頑張っていくぜオラで、いうわけなんですけども、まあでも普通に今日世界大会が決まる試合で、僕 2v2 かな、今回は出ずに 1v か 1v に KO1 の1番目かなに出て、勝てそうな試合でまた負けるっていう辛いやつがあって、まあただただ結構萎えてるんでね、嬉しい反面ちょっと今萎えがねある。これヒースプで神の回復できる、ほいほいほい、あ俺の神の回復が、よし、まあ、こう耐えれるでしょうと。いう感じでね、ちょっと嬉しい反面、ちょっとこう、負けちゃって悔しい部分もあるんですけども、ちょっと頑張っていけたらいいかなと思います。やべ。これ追いつかれるなぁ。いや、タレバ咲いたかな、待ってねえかな。いや、イスイズビビドルでもある。いやー、これ、頑張れ。豚、お前ら頑張れ。いや、マジでやばいっすね、これ。普通にやばい。いやでも耐えれる。なんなら攻め取りに来る。よし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 。いやいいよ。いやめっちゃいい、めっちゃいいファイボー。これウッドのおかげで削れる。いいいいいい。待って待って待って。いやワンチャンある、マジでワンチャンある。逆にワンチャンしかね。
あ、これウッドファイブだ、俺ウッドファイブ、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 ウッドファイブで多分俺、来た250タワー来たー、ナイスー。よし、とりあえず、まあ、世界大会へ向けて、まあ、海外のね、CLL ウエストの方のね、まあ、プロ選手を一人まず倒していくと。いや、順調ですね。いやー、本当に楽しみだな。なんか、こう、試合してる時普通だったら、こう、相手の手札とか考えるんですけど、もう今、世界大会どんな、こう、会場だろうとか、どんなホテルだろうとか、いや、誰と試合するんだろうとか、こう、もうこの試合にマジで集中できないんですよ。そんぐらいちょっとね、頭の中がちょっとお花畑でね、今幸せにね、浸ってますね。いや、マジで。まあ、まだまだこう、まあ、リーグの試合残ってるんで、そう、気は抜けないんですけど。いや、でもね、ちょっとね、そんな感じでね、頑張っていけたらね、いいかなと思います。で、まあ、正直、僕はこの話をあんましたくないんですけど、話すことがないというか、話したいんですけど話したくない。なんかね、今僕ん家に勝手にこう転がり込んでるやつがいて、まあ、やつって言ったら言葉遣い悪いんであんま言いたくないんですけど、あの焼き鳥センスがね、そう、僕、うわぁ、終わった、ちょっと待ってよ。俺せっかく今さっき勝ったのに、いや待って、でもこれは勝たないといけないんですよ、僕が。いや待って、やべ、いや、ワンチャンいけるか。うわ、しかも5だ。いやー、いや、これまだいけます。相手なぜなら今5を抑えたので、ここで僕はロイフグスケドローして、ブッパス、ブッパ、ブッパ、ブッパ。で、ヒースピがないので、相手タルババがないので、いや、耐えれる。え、来た。1個おる。1個折れるっしょ、これ。1個折れるっしょ。いやー、めっちゃいいスケドローやるやんけ、お前。1個折れ。1個、ヒーラー？ヒーラーだけでもボコして。いや、ヒーラーめっちゃ回復するやんけ、ね、いやー、これ勝てますね。そうで、あの、何の話をするかって言いますと、焼き鳥選手がですね、今回の試合、3立てしたんですよ。彼と、まあ、僕、1年目一緒のチームで、2年目、まあ、別のチームになり、で、3年目今年、また一緒のチームで、こうやらさせてね、いただいてるんですけども、まあ、こう、彼がね、僕のことを何と思ってるのか知らないんですけど、うるさいやつ、うっとしいやつ、まあ、何と思ってるのか知らないんですけど、まあ、僕は、こう、単純にね、まあ、仲がいいというか、こう、クラロワのこの界隈の中では、結構仲がいいと勝手に思ってるんで、まあ、僕としては、こう、彼が勝ってくれるのはやっぱり嬉しいわけなんですよね。そう。で、初めて彼今回3立てをね、するっていうところがあり、ちょっとね、こう、まあ、ほんと、親かのようなちょっと嬉しさがね、やばい。ああ、待って、そんなこと言ってる場合じゃねえ。おい、誰だこの話しろって言ったやつ。行かれる、行かれる、行かれる、行かれる。ちょっとね、行かれました。行かれちまいました。いや、でもこれはね、ちょっと勝たないといけないですね。序盤の防衛が下手だったな。ライドラをスケドラ5で処理しようとして、単純にできなかったですね。これはちょっと僕がね、悪いですね。こういうのもね、気をつけていきたい。そう、まあ、というので、まあ、彼がね、今回3立てをしてね、まあ、勝ったというわけで、非常にね、まあ、自分の勝利かのように嬉しいですね。まあ、なんなら僕の勝利だったんじゃないかなっていうようなぐらい、ちょっとまあ、嬉しい気持ちもありつつ、まあ、ですけど、まあ、僕もそれ、3立てができたチャンスがあったので、まあ、そこ、できなかった、っていうか、まあ、一人もまず抜けなかったっていうのは、結構ね、なんかまあ苦しいというかまあ悔しい部分もね、まああるので、ちょっとこう、まあ敵チームに負けないのはもちろんなんですけど、まあ味方にもね、こう、まあ負けないというか、負けないって言ったらおかしいんですけども、ちょっとこう仲間にもね、まあみんな強いんでね、負けじとね、ちょっとこう頑張っていけたらね、いいかなと思います。というわけで、さあ今から取る100を上げて、もうちょっと寝たいですね。眠いんですよ僕は。今夜動画撮ってるんですけど、夜動画撮るかもう悩んだ末動画撮ってるんですよね。マジで明日の朝が早いんですよ。あ、今相手ザップも使っ、ヤナアメ使ったから、あれこれどう処理するんだ。あ、メガオか。いや、いい防衛ですね。いい防衛ですね。しかもこのダックプリがやばい。これガンってします。やばい。いて、待って。いや、でもこれ大丈夫か。ザップが打たれない。あげい。さあ、今回の相手は、プリプリ、プリプリコウモリ。プリプリコウモリですね。メガ、ジャイかな？まあ、ジャイかゴブジャイがいる感じですね。で、ダックプリがいるときに、出たー！
やっばー、ちょっと待ってよ。スパキ？スパキプリプリってやばくないですか？で、矢沢だった気がするな、相手のスペルが。で、ジャイ出してコストそんなないだろっていう感じで、今の間にちょっとね、溶かしちゃいたいですね、このね。やば、相手。めっちゃ攻めてくる。あ、ババめっちゃ優秀。ちょっと待って待って。待って。待って。待って待って待って。待って待って待って。いや、めっちゃいい。めっちゃ優秀。めっちゃ優秀。やばい。ちょっと待って。待って、スパーキー、スパーキー、お前なんでそっち向く？あー、カリカリする。待てよ。おつけ。これダックプリが来るぞ。ダックプリが来る。で、相手のスペル、ヤザなので、僕はもうどうにかここ突破しないと負けちまう。気合で、気合で。やべえよ、これやべえって。ちょっと俺さっき負けたっけ？やばくない？これ。どうやって相手このデッキにたどり着いたんだろう。ジャイがいないさては。いや、いたか。ちょっと俺の頭までおかしくなってきた。やばいやばい。やばいやばい。待って待って待って。本当にやばい。いや、ワンチャル。待って、マジワンチャル。ワンチャル気がしてきた。いやー、プリンス間に合うな。間に合うな。うん、いや、いい。残ってる残ってる残ってる。あいつザップも冴えてる。え、来た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 、追いついてゆく。いやー、マジでできマジでできる。泣きそうになってきちゃった。あ、でもしかもなんならここで、これ、ローヨグでヒースピで相手はヤザップを攻めに使わないといけない。あれ来た。ナイス、グッドゲームですね。いやー、いいですね。スケドラの範囲が多分たまたま入りそう。たまたまね。オーケー、グッディグッディ。いやー、いいですね。これに勝てたのは、まあ、でかいですよと。いうわけです。さあ、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。今これで7人到達ですね。まあ、あと1試合か2試合やって、ちょっとマジで寝なきゃいけない。言ったっけな、明日美容院行くんですよ。美容院、そう。で、その後に試合がね、あるっていう話をしたかどうかもう覚えてないんですけど、あるので、ちょっと早く寝ないと。さすがにこう髪切ってもらいながらこーってこう寝ちゃってるとちょっと申し訳ないなと思いますね、マジで。リーグの試合見てくれた方とかならわかると思うんですけど、いや、髪伸びすぎてて、マジでこう周りから見たら、あいつ前見えてんのっていうぐらい、ちょっと前髪がね、もう前髪食べれちゃいそうなんですけど定期的に前髪本当に食べれるぐらいの長さによくなるんですけど、よいしょ。さあ、なのでちょっとね、ええ感じにしてもらっていきます。あ、俺のヒースピおっせえな、これ。うい、行って。さあ、あー、出た、ゴレだ、エリポンゴレ。これやばいっすよ、もう。これおい、すごいんですよね。なんかもう形組んで、ゴレスケドラライドラとか組んで、なんかこう防衛ポイズンとか防衛ファイブ使ったら、はい、じゃあ君エリポン置くからね、みたいな、まあそんな感じのデッキですね。で、逆にこう防衛、ん？なんていうんですか？むずいな。そう、防衛で使わないと多分ほぼ守れないんですよ。ってやばいですね。ゴリ押しして、防衛でコスト、まあ、ファイブポイズンなり使わせてエリポン置くっていう。まあ、結構、チンパンなんですけど、まあ、理にかなってんですよね。まあ、そこがなんとかね、ちょっとね、ねえ、もう、ねえって感じなんですけど。さあ、これやばいんですよね。もうやばいんですよね。もうなんならもう負けそうなんですけど。よいしょ。さあ、ババ頑張って。もうこれね、僕の防衛テクニックが試されるだけなんですよね。いやー、うまくね？お前もびっくりした。よく耐えた。いや、耐えたに入るのか、これは。よしよしよし、やるなって褒めてもらえたので、俺の勝ち？いやー、で、ダクプリとか待ってんのかなー。これはね、一回待っていいっすね。一回待って、ババコへ置いて、多分エリポン置いてくるんで、そう、それに5打って、よしよしよし、これで、あー、出た、高めつけたら。それ嫌だな。ババが延命しないと多分良くないですね。ケツダックプリから入ってくるか、普通にゴレフタですね。ああ、ダックプリから入ってきたら美味しいぞ。あるぞ。これダックプリが今いないので、このターンがね、ローヨグのね、結構いいチャンスなんじゃないかなと思いますね。で、これコアに向かう。で、ライドラが来た。いや、むずいな、攻めるタイミング。相手もちょっとね、なんかタイミング変わってますね。いや、これ言っていいだろ。で、ウッド系があったかどうかすごい覚えてねえけど。いい、めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入る。めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入るけど、やばいっす、これ。ワンパンされるんですよ、これ。相手のデッキ。なので、僕は、これ、行かないといけない、さては。
いや、これ守れるかな。いや、守ろうかな。ちょっと一回守ります。いやー、気合で守りたいな。守れんのかな。これやばいっすよね、これマジで。ライドラがね、強すぎ OPP なんすよね、マジ。一回ウッドで剥がす。よいしょ。で、スケドラがね、真ん中の辺に来てくんねえかな。やば。めっちゃいい攻め取るね。やべえ。やばい。待って待って、やばいやばい。いや、耐えれる耐えれる。いや、耐えれん。あー、もう、なんでそうなるかな。ちょっと待ってよ。これね、勝てないんですよね、このデッキで。今んとこね、だから僕のプレイが多分ね、良くないのもちょっとあるんですけど、いつも負ける、これに。ダックプリがね、エッチなんですよね。まあでも、今のもいい展開だったので、今のもな、多分勝てるんですよね。多分、絶対勝てるんですけど、後半だな、多分前半と途中までは良かった。最後に、攻めずにエリポンに5打ってもう一回我慢しとくとかですかね。いやー、勝ち切りたいですね。まあまあまあ、そんな感じでね。アート取る500ぐらい取ろう。あ ?600 上げないといけないので、まあ、いちいち曲げてること引きずってるとやっていけないんでね。パッパやっていきたいですね。さあ、というわけで、ババコヤをしょっぱな置くのはあんま良くないです。なぜなら、うわ、スケブか。スケブも嫌ですね。なぜなら、なぜでしょうって感じなんですけども、そういうこと言ってる場合じゃねえ。スパーキー合わせられる、あとはケツラバされる、まあ、そういった場合に、まあ、ババコアの7コスが無駄になってしまうんですよ。まあ、こういうパターンですね。これやばいですね。そういうパターンに、まあ、腐ってしまうので、それするとワンパンされがち、まあ、なので基本的にはこう出さずに、前半は立ち回った方がいいですね。まあ、もう出しちゃったんで頑張るんですけど、よいしょ。一回ヒースピン打たせます。よいしょ。おい、頑張れ頑張れ。頑張ったよ頑張ったよ。これスキル、うわ、いらない。よし、でかい。さあ、今回相手は、ジャイスパースケブですね。スケブなので、あ、コウモリミニピンいましたね。ヤザップですね。ザップ打たれたので、多分ヤザップ型のジャイスパかなと思います。で、ミニピーいましたよね。ミニピーがいなかったらスケラが入ってる可能性があるんですけど、まあミニピーが入ってたのでスケラはいないですね。という風な感じですね。まあブッパが来るので、まあ本当どう抑えられるかぐらい。で、これ逆サイドログしても、まあスケアミが来るので一回我慢かなと思います。で、ヒースピに打たせて、よいしょ。もうちょっとやばいか。おい。オッケーオッケー。で、ババもいる。ババがいる。オッケーオッケー。耐える。まあ僕は耐えることしかできないですね、ぶっちゃけ。で、このスパーキーの逆サイに立てれたらでかいですね。これで相手にコスト使わせられるので。よし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 。僕としては、ちょっといい感じにね、早めにこのスパーキーも対処したいという感じですね。よいしょ。さあ。で、ヒースピスケで、耐える。オッケー。まあ、耐えるのはできるんですけど、攻めないといけないですね、僕も。守ってばっかじゃ勝ちきれないよと。で、スキャミを突破するのは攻めウッドをしないといけないんですけど、ちょっとこれです。これ、ファイブウッチャ。やべ！オッケー、当たった、でかい。逆サイ、端前、ジャイとか聞きますかね。よし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 。さ、耐える。いや、このババコは逆ですね。なぜなら、ババコに対してスパーキー合わせてくるんで、僕が削ってるサイドにこう出しちゃうと単純な意味ないというか、こう合わせられるだけなので、削ってないサイドに出さないといけないんですよね。さあ、逆サイに相手はね、こう圧をかけてきましたね。おしゃれにね。そう、やべ、ミスった。待って待って、ミスったミスったミスった。やべ、ミスった。いや、待って待って、最後ミスった。うわ、やばいやばい。待って待って、ミスった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 。あ、耐えれる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 。耐えた耐えたら、これ攻めウッドでワンチャルワンチャルワンチャル。え、スキャミ来る。ああ、いや、ワンチャル、マジでマジでワンチャル。逆にワンチャンしかない。いや、あるな、これ。来たわ、来た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 。で、これ絶対スパーキー来るんですよ。来ない、
なんで逆、あえて逆で、これ攻め打っと、いやいや苦しい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 、さあ時間来た、ファイも剣ない、あぶねー、ミニベスパーキーいい攻めされましたね。さすがにあれやばい、めっちゃ良かったけど、なんとか気合でね、気合に耐えました。運が悪かったら突破されてた説がありますね。いやちょっと待って、今日何試合するんだってなっちゃうっすね。まあちょっと、まあ今日はそんな感じでね、終わろうかなと思いますよ。本当に世界大会ね、ちょっと楽しみですね。はい、またその辺の動画も出したらいいかなと思うんで、今後もね、皆さんよろしくお願いします。では終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。